リングワールド。下が手前。公式の画ではなく、ファンの手によるもの。リングワールドは、ラリーニーヴンの SF 小説シリーズ、ノーオンスペースに登場する架空の巨大な人工天体。以下の4つの長編小説に登場し、それらの、主な舞台となった。リングワールド1970リングワールド再び1980リングワールドの玉座1996。 リングワールドの子供たち2004リングワールドは幅が約100万マイル。直径がほぼ地球の光転軌道の人口のリング状天体である。中心に構成があり、リングワールドを回転させることで地球に近い人工重力を作り出している。リングの内側は地球の表面の約300万倍の広さがあり、居住可能となっている。 リングの両縁には高さ1000マイルの壁があり、大気が逃げ出さないようになっている。リングワールドはダイソン玉を薄く輪切りにしたものとみなすことができ、多くの似通った特性を持つ。ニーブン自身、リングワールドのことをダイソン玉と惑星との中間の形態と考えている。リングワールドはこのような構造物を指す一般用語として使われることもある。 他の SF 作家も、ニーブンのリングワールドのバリエーション的なものを、考案している。特にイアンバンクスの、カルチャーオービタルは、ミニチュアのリングワールド群を、最もよく描いているし、他にも、同名のビデオゲームもあるリング上の、平ロー構造体などがある。リングワールドでの方位は、演習に沿った向きが、回転方向、反回転方向、側壁の向きが、右辺。 左言と呼ばれる。床及び側壁は極めて密度の高い構成物質でできている。厚さ30メートル以下のスクライスの表面に土砂が盛られ植物が生えている。床の裏、つまり外側は発泡したスクライスで覆われ隕石からの保護層となっている。山、川、海などのあらゆる地形はスクライス自体によって型取りされた上に作られており。 裏から見ると凹凸が逆になっている。口述する大海洋を除けば海の深さは10メートルに満たない。海は自動機械によって浚渫され海底に堆積した土砂は太いパイプを通って側壁の高さ数十マイルにある開口部から放出される。開口部の元は円水を縦に割ったような形のこぼれ山になっている。こぼれ山は 両側の壁に沿って一定間隔で立ち並び、リングワールド全体でおよそ5万個ある。側壁の外側の張り出し部分に宇宙船の発着場が設けられている。ここでリングワールドから外へ出れば宇宙船はリングワールドの時点速度で飛び出すことになるので、それだけで構成からの脱出速度以上の速度が得られる。到着した宇宙船を減速させるために、 側壁の上にマスドライバーのような施設が用意されているが、これはリングワールドの建設後にそこで進化した種族の一つが設置したもので当初からあったわけではないらしい。大海洋はリングワールド上の構成を挟んで向かい合う2箇所に作られた地球の表面積の何十倍もの広さの海である。その中には地球、火星、ジンクス、 クジンなどといった近隣の構成をめぐる惑星のリングワールドが建造された当時の姿を投影したほぼ実物大の地図がある。神の拳は大海洋の一つから回転方向に数万キロのあたりにそびえる巨大な山で過去のいつかリングワールドの外側に衝突した巨大隕石がスクライスを突き破った後である。その山頂は 大気圏の上まで飛び出し、オーストラリア大陸ほどの広さの穴になっている。山麓は地球の表面積よりも広い範囲が隆起し、山頂に近づくにつれて砂漠かあるいは永久凍土化し、ついにはスクライスが剥き出しになっている。リングワールドの建設は空想の息を出ない。仮にこのようなものが作られたとすれば、内面には 途方もない広さの居住可能な土地を持たせられるであろう。だが、建設及び回転させるために必要なエネルギーは、莫大なものとなるだろう。これまで考えられなかった何らかのエネルギー源が、利用できるようにならなければ、人類の時間間隔で、許容可能な期間内で建設は、不可能かもしれない。さらに、構成物質に必要な引っ張り強度も、核の強い相互作用と、 同程度のものが必要である。自然界にはこれほど強靭な物質は発見されていない。ニーヴンのリングワールドを扱った作品中では、スクライスは物質変換装置で人工的に作られたことになっている。ただしこれは使わざるを得なかった十分に発達したテクノロジーに単に名前を付けただけに過ぎない。ダイソンリング。 光点運動する多数のユニットからなる。一見、リングワールドに似るが、力学的には全く異なる。安定。正確にこの位置を保てればいいが、リングワールドの安定性は、惑星の光点軌道の安定性とは、根本的に異なる。リング自体は、秒速 1200km で回転しているものの、リングワールドの重心は構成に対して運動していない。つまり、 リングワールドが全体として構成をめぐる高転軌道に乗っているわけではない。また、リングワールドの各部は連結されているので、リングワールドの各部が完成軌道に乗っているわけでもない。それでも、リングワールドは安定に思える。リングワールドに加わる構成の重力は、全方向からの力が打ち消しあって例だからである。しかし実は、その状態は、ポテンシャルの安定であり、 不安定である。何らかの要因により、リングワールドの中心が、構成からわずかでも横方向にずれると、構成と接近した部分に加わる重力は、より強くなり、ずれを拡大する方向に重力が加わる。坂道を転がり落ちるように位置のずれは大きくなり、最終的には、構成とリングは接触するか、その前に、構成の重力や熱により、 破局的な結果になるだろう。一方、縦方向のズレに対しては、ズレを縮小する方向に重力が加わり、安定である。この問題は、リングワールドが出版された後に発覚した。これにより、リングワールドは、力学的に、不安定だと指摘し、この問題を解決するための続編を熱望する、手紙を、ニーブンは、山のように受け取ることになった。また、 1970年に開催された世界 SF 大会では MIT の学生がホールで同じことを大合唱したという。これらに対する彼の回答がリングワールド再びで描写された姿勢制御ジェットである。構成との位置関係がずれた場合リングワールドが不安定であるのに対しダイソン玉は中立安定である。言い換えれば玉角内のポテンシャルは 完全に平坦であり、構成がどの位置でも重力は0である。このことはニュートンが積分を使って証明したが、ガウスの法則を使えば容易に導出できる。リングワールドには内向移動のキャップの部分がリング部分の重力をちょうど打ち消す大きさと方向の重力を生んでいると考えることができる。2位分は 安定性以外の矛盾点についても続編で辻褄を合わせている。例えば、リングワールドの海洋は塩分を含まずる意数は塩分摂取に困るはずという問題点があった。このため、リングワールド再びでは大海洋は塩分を含んでいるように描写されている。またシリーズの第4作、リングワールドの子供たちで、 リングワールドのいくつかの設計ミスを説明するための話を書いている。2分のリングワールドには通常の惑星と同様の昼夜を実現するため主星の金棒に何枚ものシャドースクエアをワイヤでつなげたリングがある。これはリングワールドの時点よりやや早く回転しており昼夜帯の数と同じだけ白明帯を作り出している。これらは 莫大な量の日光エネルギーを受け、主要なエネルギー源として、リングワールド本体にビーム送信される。シャドウスクエア軍も、光転軌道にはないので、同様の軌道制御が必要である。リングワールドの子供たちでは、シャドウスクエアは、他の欠陥が明らかにされている。これは十分な、長さの5枚のシャドウスクエアが、 軌道上で巡行、逆行運動すればより良い昼夜サイクルを、より少ない白明体で実現できるというものである。2位分は、続編、リングワールド再びで、シャドウスクエアは、リングワールド表面の防御システムの一翼をになっているということを明らかにした。補修センターから、スクライスに埋め込まれた、超電導体の格子を使って、隕石防御装置となる。 太陽フレアを発生させ、レーザービームを誘導する機能も持っているということで、ある。補修センターは、火星の地図の地下空洞にある、多数の部屋でできた巨大な迷路である。火星の地図は、火星の希薄な大気を再現するため、リングワールドの内面から約20マイルの高さにあり、11億2000万立方マイルの空洞がある。 補修センターには何千ものパク人のプロテクターの生活空間があり、彼らの食料である植物、生命の木を栽培するのに十分な空間もある。他の空間は隕石防御システムなどに使用される。現在のリングワールドの住人は大半が地球人同様、プロテクターのいないパク人の子孫であるが、長い年月の間に様々な人種に進化している。 第一作、リングワールドに登場した住人は、わずかだったが、第二作以降は、多数の種族、住人が登場する。総人口は、約30兆人と推定される。彼らは、入植当時は、ホモファビリス程度の進化レベルだったが、現在は、高い知能を有している。大抵の種族は、離スラを行えるが、それによって妊娠することはない。離社スラは、 人工調節の手段として、あるいは種族間の信頼関係を確認するための儀式として広まっている。都市建造者は、プロテクターが姿を消した後のリングワールドで最も高度な文明を築いた種族だと思われる。彼らは、スクライスとの反発力によって浮かぶ建物に住んでいたが、千年余り前に、彼らが使っていた機械のほとんどが一斉に故障した。 都市の墜落によってその文明は崩壊した。生き残った者の子孫は墜落しなかった建物に住み、原始的な種族に対して、神として、振る舞ったり、そこそこ文明が復興してきた地域では知識を、売ったりして暮らしている。再びで、ルイスたちが最初に出会った僕夫たちは小柄で皮膚が赤く、歯は尖っている。種族ごとに何種類かの動物を飼っており、 時々お互いの動物、またはその肉を交換する。リングワールドには別の、牧畜者と呼ばれる種族もいるらしいが、そちらは、名前しか登場しない。草食人種は背が高く気が荒い。植物しか食べないが、食料が足りなくなると、他の草食動物を殺して、自分たちの食いちを確保しようとするため、牧畜をする種族たちとの関係は良くない。 海の人種、または、両生人は首が太く、なで型で、顎がないなど、流線形の体をしている。彼らは水中に住み、魚を食べる。また水中でしか行為に及べないため、離車すらできる相手が少ない。吸血鬼は、皮膚が白く、銀髪で微形だが、知能は低い。彼らは強烈なフェロモンを発して、多種族に、シャすらを強要し、 その最中に相手の首筋から血を吸って殺す。多くの種族は彼らを恐れ、根絶やしにしようとしているが、彼らのフェロモンを香水や美薬として利用する者も,もいる。機械人種は体格が良く、女性でも髭を生やしている。彼らは広大な帝国を統治しているが、治安維持のための軍隊や種族間の交易以外は支配下にある種族の自治に任せている。また、 帝国の全土に道路網を巡らせ、植物から作ったアルコールを燃料とする自動車を走らせている。花の三つに燃料を混ぜたものは飲み物にもなる。奏者については、再びでは、わずかしか記述されていないが、長距離を走るのに適した体つきをしているらしい。夜行人種、または、死にくくいは全身に毛が生えており、歯と耳が尖っていて、 強い大衆を発する。彼らは他の種族が出す廃棄物から食料を得ている。死体の処理も彼らの仕事とされており、葬儀を取り行うために様々な種族の言葉を使いこなせる。また彼らは光を利用して遠隔地の仲間と通信することによって、そこで何が起きているかを知ることができる。夜の下流は目が大きく、指には鍵詰め、口には、 牙がある。また、嗅覚も優れている。彼らの中には、都市で警備員として働いている者も,もいる。ぶら下がり人種は、樹上生活に適応した種族で、背が低く、腕が長く、足の指も手と同じくらい発達している。狭い隙間にも入り込めるため、都市建造者に修理屋として使えている者も,もいる。こぼれ山人種は、 リングワールドの側壁に沿って立ち並ぶ、こぼれ山の空気の薄い斜面やその内部に住んでいる。隣の、こぼれ山との間を行き来するときは気球を使うが、かつては、もっと高度な飛行機会があったらしい。このような人類から進化した種族を描いた作品としては、ドゥーガル・ディクソンの、マイ・アフターマンも有名である。大海洋の、 地図には元になった惑星から連れて来られた生物たちの子孫が住んでいる。そのうちじ人の地図の住人は数十万キロメートルの大航海を経て地球の地図に到達しそこを征服したという。火星の地図には火星では絶滅しノーンスペースのどこでももはや見ることのできない火星人の子孫が今も住んでいる。 その他、少数のプロテクターが、リングワールド各地に分散し住んでいる。ありがとうございます。